ちょっと今日はいろんなことをね、ちょっといっぱい話したいことがあって、ね、ちょっとあれなんですけど、三本仕立てでお届けしていきたいと思います。ちょっと この話はまあ明日にでもいいかなって思ってるんだけど、ちょっと3個目の話、1個目の話は、2個目の話がもう何個目だよって感じだよね。2個目が、はい、じゃあこんな感じで、1個目は読売さんの今日の読売さんについてほんのり話して、2個目がみんなが多分今一番気になっているだろうゲームのことについてお話しします。で3つ目は、まあ時間が余ったらちょっと今日はこの後9時半からかリッセン愛理ちゃんとコラボ配信の予定があるので、その時間に遅れないように、時間が間に合ったら舞台の話もちょっとお話しさせていただけたらいいかなと思っているので、今日は3本仕立てでお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まずは読売さんのお話をさせていただくんですけど、本日富山 の富山県版、読売新聞さんの富山県版に私の記事が載りました。イエーイ。はい、見ていただけましたか？ちょっといろいろと語弊なんて言うんですか、ちょっとこちらとその編集の方との私の記事と、あとなんていうの、なんだっけ、検閲校閲してくださる方とのちょっと誤差みたいなのがちょっと生まれちゃったんですけど、誤差っていうんですか、なんていうんだろう、わかんないんだけど、ちょっと前髪アイロンしてないからボサボサでごめんね。そう、触覚だけアイロンした生まれちゃったんですけど、まずタイトルに愛車とドライブみたいな感じで書かれてて、実はあれは愛車じゃなくて、いや、エイトにとってはまあ愛車、まあトヨタさんの車っていうことで、エイトにとっての愛車ではあるんですけどそう、私自身はまだ実は車は持っていないので愛車って書いてあるんですけど、あれは私の車じゃないので全然なんていうんですかねそうなんですよなのでちょっとそこをちょっと誤解があったらちょっとあれかな、私ずっとね車くださいってみんなに言ってるのにお前車持ってたんかいってちょっと言われるとあれだから、ちょっと先に誤解を解いておくと、チーム8にとってはまあタイトルは自分で決めてるわけじゃなくて、その記事を読んでくださって、そのなんか読売新聞さんの方が多分タイトルも書いとけばよかったのかな自分で、まあでもいつもそうなんですよ、タイトルは読売さんの方が決めてくださってて、そうだからそうなんですよ、だからあれだけ見ると確かに私が自分の車で運転して行きましたみたいな感じになってるんですけど、そうじゃなくてあれは自分の車じゃないですよっていう話だけちょっとさせてください。いつでも車募集しております。はい、お待ちしてますので皆さんはい、すいません、なんか違うんです。はい、まあ、でも8にとっての愛車ではあるので、そうプリウスは8にとっての愛車ではあるので、まあ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 嘘ではない嘘ではない、うん、免許もちゃんとあります。はい、免許はちゃんと持ってます。そこ記事についての内容も嘘ではない、ただタイトルがちょっと誤解生んだらあれかなと思って、ちょっと先にお伝えさせていただきました。はい、固くできますさん、クマありがとうございます。サプライズレバーさん、いちごありがとうございます。ありがとうございます。ということなんで、ちょっと
お前車持ってたんかいって言わないでください。持ってないです。軽トラならあげる。それはあのマニュアル、オートマ限定でも運転できる車ですか？オートマ限定でも運転できる軽トラならいただきます。はい。マニュアルでしか運転できないのならちょっと気持ちだけ受け取っときますね。はい。ネバーストップさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ハルピョンめいめい里芋さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そう、私が運転できるのはオートマ限定ちゃんなので、そう、でも私の夢はあの軽トラの後ろに乗ってあの田んぼ道を走る。だから私は後ろに乗る人、そうがすごいなんか憧れ。そう、憧れ、とても憧れです。私の、いやそれ憧れにすんのって思うかもしれないんだけど、憧れですね。はい。一度はやってみたい、やってみたいっていうか、一度はあのしてみたい夢。え、ルール、ダメなの？乗っちゃいけないの？え、じゃあやめときます。いや、ルールは破れない。え、そうなの？荷台って乗れない、乗っちゃダメなんだ。え、知らなかった。え、違うよ、一人ならいいんだよ。一人で乗るならいいんじゃなかった？なんか荷物を支える人でしょ、ならいいんだよ。え、そうやって習った、私。荷物を支える人なら一人なら OK ですって習いました。私有地なら OK。 あ、なるほどね。だよね、だから私荷物支える役でいいよ別に。別に、うん、車道に出なきゃ OK。 あ、じゃあその田んぼ道も自分の土地だったらいいんだ。そういうこと？いや、私は荷物が落ちないように見てる人です。はい。荷物をが落ちないように見てる役。え、ちゃんと学んでるでしょ。一人なら荷物見る人は一人なら OK って、ちゃんと免許取ったから。うん。カナリンさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。富山よしおっぱ、ハートをかぶさはむにだ、ありがとうございます。さあ、ということで、まあそんなこんなで10分ぐらいお話しさせていただいたんですけれども、ですね、ちゃんと喋りましょう。ちゃんと喋りましょう。はい、大事です。みんなは今日これを聞きに来てるんですですよね。そうですよね。ほとんどの人がきっと今日はこの話を聞きに来てるはずなので。お話をねしましょう。タバヤンさん、ハートありがとうございます。キュンです。ベッキーさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。さあ。さあ、ちょっとこれ、ちょっとこっち側向いてると痛そうだから、ちょっと逆にしとくね。ちょっとなんか逆向いてるとちょっと痛そうだった、見てるだけで痛そうだから。はい、ちょっとじゃあお話をさせていただきたいと思います。イエイ。そうですね、ですね、まずですね、今回ドボン
のゲームイベントに立候補させていただきました。はい。すごい正直、まあ、正直っていうか多分みんなも知ってる通りめちゃめちゃ悩んでもう本当に悩んで、今でもなんか本当にどうするべきだったんだろうなっていうのはすごい思ってるんですけど、でもやるからには本気でやりたいなと思っていて、で私がまあ悩んでた理由としては前の配信でも伝えた通り、バトフェスさんのイベントがね今回同じタイミングであるっていうことなんですけど、そちらのご褒美が謎解きっていうことで、私がずっとやりたいやりたいって言っていたお仕事のジャンルだったので本当にすっごい悩んだしちゃんと最後まで聞いてくださいねこの話はすっごい悩んだんです。あとは先月1月の AK ビンゴネオの出演権をかけたイベントで本当に頑張ってもらって、もう私がビンゴ出たことないっていうこともみんな多分っていうかみんな知ってたし、だからこそ頑張ってくれた人もたくさんいると思うし、本当に本当に時間も労力もいろいろと本当に大変なのは本当に先月、本当にしか言ってない先月のイベントで私も分かったしそう、私自身ももうすっごい大変だ、もうしばらくはいいやって正直思ってたし、まあ、もうしばらくはまず出ないだろうこういうイベントって正直思ってたから、ちょっと休憩の時間かなって思ってたんですけど、まあ、今回こうやって大きなイベントが大々的に出てそうだなっていうのはすっごい悩みましたね。はい。でもそうやってその2つのイベントで悩むことができたのも、その前回のドボンのイベントでみんながね一緒に頑張ってくれて、あとはバトフェスの方でもその強いところが私その強いチームの方が春ぴょん推しになってくれたのかなみたいで、なんか僕たちなら大丈夫ですみたいな感じですごい言ってくださって、そうだからすっごいなんか贅沢な悩みをこの6日間、まあ約1週間させていただきました。ありがとうございますはい、オープンアカウントさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。で正直なんだろうな、本当にやるかやらないかっていうのはすっごい迷ったし、いろんな立候補のメンバーが出てるところにそのなんだろう、そのメンバーたちのみんなのその意気込みとかなんかすごい迷いましたがこういう理由で出ますっていうのとか、すごいそういう文章を見てるとなんかなんて言うんだろうこの子たちのその意気込みに自分は勝てるところがあるのかっていうのはすごい悩んだんですけどでも私自身がそのドボーンでこうやってビンゴのイベントの時にめっちゃいろんな方に知っていただいて、いや誰っていうね誰っていうコメントもたくさんあったし、あったんですけど、でもまあでも誰っていうってことはそれまで知らなかった人に私の顔と名前を一瞬でも見てもらえたっていうのが本当に何だろう、嬉しかったなってそう先月のイベントで思って、
で、すごいこれまではいろんなゲームでもちろん結果を残したこともあったけど、結構いろんなイベントで、ショールームのそうイベントもそうだし、いろんなイベントで結構惜しいポジションで終わっていったことが多くてそれでもその先月ビンゴの出演権を、しかも3位っていう10位に入ればいいのに、まあ、私がね一つでも上の順位に皆さん上げてくださいって言ったからだから本当に3位っていうすごい順位をいただけて、まあどうなるのかはね、まだ撮影とかもしてないからまだ分かんないんだけども、でも3位 AKB の中で3位になったっていうのは本当にすごいことだし本当に嬉しいことだし、本当に嬉しかったし、スクショみんなスクショしたしよ、したし、したいでしょしたでしょ、私もしたし、まだの方はぜひ今月中にしてください27まで、明日までなら多分その変わんないので、はい、ランキングスクショしてください皆さんそうだから、ちょっと待ってね、よいしょ、すごい、あ、よしよしよし、すごいなんかやばいなって、ちょっと携帯外れそう。そうだからなんか迷ったけど、しかも今回なんかもういろんなことがねちょっと起こりすぎてて難しいんだけど、今回そうやってそのビンゴネオにドボンで出させていただけるっていうことで、なんかドボンのイベントがもっと盛り上げればいいなって、盛り上がればいいなかっていうのも気持ちとして思ってて、あとはなんだろう、その前回そうやってドボンで出演が決まった、憧れの念願のテレビに出演が決まったっていうのが本当に嬉しかったし、そうなんだそうだったっていうのとあとは私自身もなんかすごいお仕事くださいってお仕事したいんですっていうのを、舞台にもまあ今回ねちょっとお手伝いっていう形になってしまって、本当になんだろう、自分の中では、いやもちろん昔のキスキスキスとか前回のマジムリ学園とかそういうのではお手伝いとしても出れなかったから、なんかだからこうやってB スクールに続いてお手伝いとして出させていただけることはすごいありがたいんですけど、やっぱりどっかわー出たかったなって思う部分がすごいあって、そうだからなんかそのお仕事したいです、舞台立ちたいです、ステージ立ちたいですって言ってるのにもかかわらずなんか自分からそうやってチャンスを、なんていうの、蹴っ飛ばすっていうの、なんていうの、自分からチャンスをその掴みに行かないのは、なんか自分の言葉と行動が矛盾してるなっていうのを思ったので、今回は、イベントに立候補させていただこうと決めましたあとは正直あれいつ出たんだっけそのあれって、多分今日の午前中の私がその立候補する前にこのちょっとした情報解禁、メンバーが誰出ますとかっていうちょっとした情報解禁が出たと思うんですけど、舞台のね舞台のメンバー、舞台がありますっていうことは以前からっていうか以前にスタッフさんから聞いてたんですよ。なんですけど、その出演メンバーっていうのは多分決まってたけど、まだメンバー自身には伝えられてなくて、
でも多分その時にはもうみんな知ってたのかな、出るメンバーは多分知ってたんだと思うんだけど、私は知らなかったから、なんか誰が出るんだろうなって、私も出れるかなっていう気持ちでいたんですけど、今回日替わりゲストっていうことになって、なんだろう、多分この今回舞台に出るメンバーは多分これから稽古とかもあると思うし、もう多分やってるのかな、わかんないけど、全然わかんないんだけど稽古とかもあるだろうから、そのみんなが忙しくやってる中で私はじゃあ何ができるんだろうって考えた時に、1秒でも何か仕事につながることをしたいなって思って、今回多分舞台に選ばれてたらやってなかった舞台に選ばれてたら多分今回のイベントには出てなかったと思います何か私はいろんなことがあるんだけれども、やりすぎると全部中途半端になっちゃう人間だから、だから多分やってたら出てなかったと思うんですけど、でもこうしてなんだろう、今回の舞台は日替わりゲストっていうことに決まったので、もう自分には時間があるっていうことが分かったから出ようっていうのも改めて思いました。はいそう、ただここまで聞くとね、分かるんですよ、なんかドボンにかけるんだなこの子はきっとっていうのはすごい分かるんです、そう思いますよねただ一つ皆さんに本当に、いや多分無理を承知でみんなからそれは無理だよって言われるのを承知でお話しさせていただきますと、正直今回のバトフェスさんのイベントも諦めてませんはい、そうですねそう、諦めてないですはい、私自身はなんだろう、バトフェスとドボンとどっちが自分で点数稼げるかって言ったらドボンの方が稼げるから、多分バトフェスとドボンどっちに、そのどっちの方がプレイ時間長くなるかって言われたら多分ドボンの方がプレイ時間長くなると思うんですけど、でもバトフェスさんだってもちろん自分の持っている HP を全部もう毎時間ちゃんと消費するしもうそれぐらいの勢いでバトフェスだってやります。だから多分バトフェスとドボン、じゃあどっちやったらいいんだよってそう、バトフェスやってない方は皆さんドボンやっていただいて、でぜひ今回の機会にバトフェスを入れていただいて、本当に1点でも多くなんかイベントのポイントを稼い、みんなで稼いだらみんなで稼げると思うので1点でも多く皆さんに一緒に稼いでいただきたいなって思うんです。でだからドボンのハートの休憩タイムとかハートをその回復中とかにぜひバトフェスをプレイしていただいて、でもちろん今回のイベントでも入賞すること、10位以内に入ることを目標にやっているし、今後のまたこういう謎解きとかがまたバトフェス公演とかがあった時とかに本当にみんなの力がより集結できたらいいかなと思うので、ぜひ本当に大変だと思うんですけど、てか分かるんですよ大変なのは、だって前回ね前回のドボンでめちゃめちゃもう無理だよってぐらい本当に頑張ってもらってしまってそう、でも前回のは本当に結果につながったっていうのが大きくあるから、それがすごい嬉しかったから、
嬉しかったし、あとは何ですかねだからとにかくバトフェスも私は諦めずに、まあ、全員参加ではあるんですけど、その中でもバトフェスに力を注ぎますっていうメンバーもたくさんいると思うので、そのメンバーにも負けないぐらい絶対に10位以内に入りたいただ10位以内に入りたいって言うとちょっと11位とかになったらギリギリなのは怖いのでただちょっと無理を言いすぎるとあれなので、8位以内に入りたいなって思いますうん、上位とは言わない、今回は上位とは言わないうん、バトフェスも頑張る、ドボンも頑張る、どっちも頑張るだからこれを見てるマジでバトフェス頑張ってるぜ、ぜの頑張ってるよっていう、そういうなんていうの、塊軍団の方々はマジでバトフェス頑張っていただきたいですしバトフェスやってないし、今からやったとしても全然力になれんかもしれんけどっていう方もぜひやって、ほんのりやっていただいてでももちろんドボンの方に力を入れていただけると嬉しいなと思います。ただ本当にどっちまで入るっていうのはすごい大変なんですよ、絶対うん、絶対そうなんですよだから本当に無理を言っているのはわかるのでそうですね、いやもうごめんなさいっていう、先に謝りますごめんなさい、はい本当にごめんなさい。でも私はそういう決断を今回しましたはい、ドボンは3位、とりあえず3位なんですけど、3位以内は確実なんですけど、4位以下ももしかしたらワンチャンあるかもしれないみたいなまあでも3位以内に入るのを目標にとりあえず予選頑張ります。うん、なんかわかんないんだよね、なんか3位各チームの3位とあと全グループの上位4人みたいなのが予選入りみたいな感じなのでうん、そうちょっとどうなんですかっていう感じなんですけど、まあ、3位に入ることにはね、3位に入れば変わりないので、はい、まあ、もちろん私は3位とかそんなね甘っちょろいことは言いませんもちろん1位を狙って予選突破していきたいと思いますし、でもでもマジで本当にみんながもうなんか死に死にになるのはちょっとあれね、もう私も見てられないので私が死に死にになるのでうん、ちょっともう先月本当に頑張ってもらいすぎちゃったからうん、みんなのねみんなのご飯代はねちゃんと確保して家賃もガス代も水道代もちゃんと出してうんそこはちゃんとちょっと確保しといていただきたいです、はいそう、でも2ヶ月あるイベントなので正直なんか本当に迷ったうん、だってさ先月だけでも大変だったのにさ2ヶ月ってなんだよってうん、2ヶ月ってなんだよって感じなんだけど、わかるんだけど、いや私も思ってるんだけどでもまあ来月は来月って言うんだ、なんだ
4月の本決勝戦みたいなのはなんかすごいなんかよくわからん感じよくわからん感じなので、そうですね、うん、まあまあそん時はそん時でまた、とりあえずまずは予選を突破するっていうのを目標に、そしてなんだっけ、バトフェスはもちろん10位以内に絶対に入るっていうのを、もう本当に謎解きがしたい、まあ、したいっていうか、まあ、できるのは私じゃないかもしれないんだけど、謎解きのこういうチーム、あの AKB としての謎解きのものに関わりたい。だってそこでもしじゃあ今回謎解きのあれでもしちょっとでもあのなんかすごそうだなこの人みたいなね、もし何かでなんか出せたらまた別の謎解き系のまた私がやりたい系のジャンルのお仕事ができるかもしれないからバトフェスは絶対に10位以内に入る。でドボンはあの私が死に死になるからうん、バトフェスやってない方々ぜひ一緒に、頑張りましょうはいこんな感じです。あとは何か聞きたいことがあればぜひ今のうちに聞いていただいて、あのこのあとリッセントの、あれがあるので、リッセントの配信の時にはこの話は聞かないで聞かないでって言うとあれなんだけど、あんまり触れないでいただいて、今回はリッセンの話をしましょうって感じなので、聞きたいことがあればここで今、まあ、今か明日かしてもらって、あそうです、コラボ配信、あれって言った、コラボ配信、リッセンとコラボ配信があるのでしてもらって、はい、でしかも前回は私8を出すっていう目標で、やばい、そんなこと言ったらちょっと待って、今月どんだけ来月どんだけ稼がなきゃいけないんだ、やばい無理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 、ちょっと私もバトフェスもバトフェスでやるのでちょっとね、もしかしたら8億稼げないかもしれないし、しかもその先月はなんかカードがめっちゃ異様にシークレットが早く出たんですよ、ガチャ引いてて、ちょっと来月はカードがちょっと早く出てくれるので、そうだよね本当に、ちょっと待ってリッセンに LINE しよう、まつげ綺麗だってありがとうございます。さ、そんな感じでです。バトフェスは TOR ランキングが上位だとイベントに参加できるチャンス。私今何位なの？どれくらいなんだろう？上位。何パーセントかな？上位何パーセントかな？じゃあちょっとこのちょっともう時間がないので最後に1個だけいいですか、ちょっと舞台の話なんですけど、さっきもちょっとだけちょっとさせていただいたんですけど、そういう自分の話とは別なんですけど、今回の私
配役はいや個人的な話ね、個人的な話なんですけど、絶対ハレンチ先生はさ絶対さ横山由依さんがやってたのを横山由依がつないだら絶対面白かったと思うんですけどどう思いますか皆さんは。この名前がそのままっていうのは絶対ねそう思うんですけど、まあちょっとまあハレンチ先生っていうちょっと名前がちょっとあれなんですけどうんでも絶対さ名前そのまま来たら絶対面白かったよなって、そうネタですね。まあでも確かちょっと年齢的にね、まあでも20歳なんですけど、あ20歳じゃないまだ、いや22超えたから20歳だよね。まあでもぎょうちゃんのセクシーボディをセクシーボディをはいでもねえゆいさんのロマン先生だっけ、なんだっけ、じゃおたべさんじゃなくて、あラマンさんラマンさん、ロマンさんになっちゃった、私の中で勝手にラマンさん、この保健室の先生感あふれ出るゆいさんのゆいさんのこの白衣、美しいっす、ゆいさん美しいっす、かっけーっす。あー聞いてください、しかも今回の脚本と演出のこの丸尾さんっていう方が私のこの間見たよって言ってた舞台の脚本演出してた方なんですよ。だからもうめちゃめちゃ出たかったんです、本当に。あー悔しいですね、はい以上です以上です。そうなおちゃんとも結構、なおちゃんが前にやってた舞台の演出もされてて、でその時にその劇団鹿殺しの方っていうのは知ってたんですけど今回その前回のその舞台のまじむりさんで、あなおちゃんのあーってなってて、でその青空ハイライト、主役の椅子は俺の椅子っていうアベマさんの動画みたいなので、あ丸尾さん、なおちゃんのだ、でもなおちゃんのじゃないんですけど、なおちゃんの方だって思ってて、で今回その舞台のお話をその聞いた時に、今回の脚本演出はその劇団鹿殺しの丸尾さんっていう、ってなって、私も、あもう絶対出たいと思ってたのに出れなかった。あ出れるんだけど、なんて言うんだろう、ちゃんとそう日替わりゲストとかじゃなくて普通にずっと出たかった、投資で出たかったっていうのが思いでした。はい、ということでそれではテックテックしますテックテックしてリッセンとのコラボに備えます。はーいってきた、うん大好き好き、アイリちゃんラブ。リッセンアイリの卒業セレモニーも27日の日にやるので、皆さん、まあ、ハルピョンが出るのは28日なんですけど、その日の夜はあかりん、佐藤あかりちゃんのあれがありますので、卒業セレモニーがありますので、皆さんぜひ、まあ、28は絶対、あでも絶対って言ったらあれだよね、無理しない程度に、本当にもう今月来月はもうね、もう
うん。わかる。まあ、ちゃんとした舞台の話はまたしますね。いつか。明日かな。ね、日替わりゲスト1人って本当にすごいドキドキなんですけど、でも何よりも、日替わりゲストが、私が日替わりゲストの日の回が坂川日向なんですよ。そう、かりんちゃん役が坂川日向なので、もう嬉しいです。はい、そこだけ嬉しかった。本当にそこがすごい嬉しかった。それが嬉しかった。あとは悔しさマックス。あとは悔しさマックスです。でも悔しい悔しいって言ってるだけじゃ何にもならないからこそ、からこそちゃんと今回のイベント2つとも頑張りましょう。皆さん一緒に。大変だけど、だって今回やらなかったら多分もう一生来ないよ。発表に、だってまず需要があるのかもね。ないある、みんな、じゃあピョンズはあるよって言ってくれるんだけど、ピョンズ以外のあのハピョンを、まあ、それなりに知ってるぐらいの方は多分、いや需要はそんなにないけどみたいな感じでしょ。でも今回そのなんて言うんだろうね、なんかちょっとあのないので、歩数テックテックないので見ま、あの見せます。私の歩数はじゃじゃん、こちら887歩でした。イエイ。ちょっと痩せるために、ちょっと2ヶ月で痩せるために歩きます、しばらく。いや本当にルームランナー買おうかな。そしたら歩きながらドボンもできるよね。ちょっと本当にルームランマランナー買おうかな。うん、そう思い始めました今。本当にそう思い始めました。はい、ということで、とりあえず真面目に学園ライつぼみじゃん。あなたに咲かせてほしい大きな夢のつぼみ、はい、違います。で、4月2日3日4日はですね、全員がなんかライブ出演するみたいなので、いやすごい大変そう、レッスンとか。なんか私はまだなんか7年やってきたあれがあるけどね、令和組の子たち、19年組の子たち大丈夫かな。なんかわかんないことあったらおばちゃんに聞いてね。おばちゃんが教えれる範囲なら教えるよ。振り付けぐらいだけどね、教えれるのは。うん。はい、ということで頑張ります。橋本頑張る。室内なら歩きスマホしていいの？だって、え、迷惑かけなきゃ、事故らなきゃ大丈夫じゃない？え、どうなんだろう、ルームランナー。はい、明日は G8 があるので皆さんそちらも見てください。うん、今日はこの後アイリタンとコラボ配信します。嬉しいな。カッパのものってないんだよね、うちにカッパは置いてないんだよな、残念ながら。はい、お昼の優勝は、まあ、今日中には送ります。はい、ちょっと今日ね、あのぶなんだ、いろんなお知らせとかもあってちょっとお伝えできなかったので、みんなも遅くなったと思うし、そんな感じです。それでは最後にランキングを読んで、終わります。
テックテックどうした、忘れてないのって。え、887歩だよ887歩だよおっと大丈夫か忘れちゃったか。やばいやばい、もう頭の中が。さあランキングいきまーす、1位富山よしやと韓国のピョンゾッパー、カムサマニダありがとうございます。ニックさんありがとうございます。3位、あ嬉しい、次のイベント用にハルピョンのデッキにしたんだって、ありがとう、ありがとうございます、頑張りましょう一緒に、ありがとうございます。3位、私のためなら食べれる草を探す覚悟ですやばい、どうしよう、やばいよ、あありがとうございます、頑張りましょう。でも草はやばいと思う、あのお腹痛くならないようにね止めない、草を食べることを止めないそうそうそう、私もあの豆と小麦の牧草をもらいます。4位オープンアカウントさんありがとうございます。5位アット、あやばい名前読まないから、私名前のアットの後だけにされちゃったよ、すみちゃん10、リッセンアイリに臭くない水筒を送りたい人生でしたもうそのコラボ配信で言って6位カーアットピョンドさんありがとうございます。7位レクさんアットピョンドさんありがとうございます。8位山内さんありがとうございます。9位、あ無音なんだって、赤鼻のソルティさんありがとうございます。10位ともゆきさんありがとうございます。11位マー君アットピョンドちゃんさんありがとうございます。12位よしのり528アットハンナシカ、バトフェス人口増やしたいですね、ね一緒に増やそう。私もねめちゃめちゃすごいんですよ今バトフェス、今102レベルとかで、あんまり言うとあれなのか、私のあれがバレちゃうのかやばい内緒でも戦闘力もすごいです、必死に頑張ってます、みんな頑張ろう。13位鉄、私日本残念、日本行けない残念が、舞台もピョン応援する大好き、あと台湾さんありがとうございます、ありがとうございます。でも私のアカウントバレても、あの私自身はね、そうあんまっていうか、みんなとそのなんていうの、いろんなコメントとか返せる状況のものじゃないのでそこはちゃんと守っているので何が来てもあのごめんね無視するよ、そして本日のラッキーエイト88位はももてんさんです、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで皆さん、バトフェスも個別にアカウントあればいいのにね、本当に。あでもそしたらさ、今まで上げてたレベルがゼロになるんですか、それはちょっとあれだなちょっと難しいな、まあ実装はされないと思うが、ママから心配ラインが来ました、28日歌が出るって発表されてるって来てる、ちゃんと発表されてますよね、ちゃんと公式のあれを見ながら喋っているので、えらい、ハルピョンえらい。はい、ということでそんな感じで終わりです。29は休演なんだね、ウェー、なんでそんな初めて3日に休演なんだろうね、謎、いつも中日ぐらいじゃない、大体舞台って。ドボン始めました、ぴょんちゃん5枚セットしました、ありがとう、ありがとうございます、一緒に頑張りましょう、ありがとうございます。
エイト寮は毎日、うんうん違うよ、一人一回ずつ、一回ずつじゃない、それは私たちだ一人、なんていうの、一公演一人ずつ。肉の日だから、肉の日だからみんな休みなの、すごい謎だけど、まあいいか。あれかな、3月、えっでも31、まあでも最初にねやってちょっと疲れとった方がねいいのかね、なんだかは全く分かりませんが、まあいいでしょう。ヒカルンとサヤリンっていつも一緒に出てるイメージ、まあ、前回ヒカルンと一緒に出たんだけどあ、本当だ、全然毎日ある、毎公演、毎公演3人による前説前座パフォーマンス、え、それもダブルトリプルキャストとかじゃなくて毎日やるの、すごいね、エイトリオ、私もエイトリオになりたいやば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 いこと言い始めてる、ここに、あ、天王洲銀河劇場が月曜日休みなのか、そういうこと？なるほどね。さあ、ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。よし。いきまーす。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは、はる。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう。富山県代表ハルピョンこと橋本春菜でした、皆さんこの後リッセン愛理ちゃんとのコラボ配信ぜひ見てください、よろしくお願いします、それではバイバイ、またね、頑張りましょう一緒に大変なのはもう百も承知ですただあのどっちも頑張ろうね、また後ほど、また後でね、バイバーイ。